ただいまールーティンとただいまー竹田ラリサタゴのラリルーレロー。みんなただいまー。ただいまー。大学卒業したよ、無事。いやもう地元に帰ってきたよー。ジャージもいつもの服でね。あん時もいつもの服だったか、きっと。そうですね、多分ね、うん、きっとね、きっと卒業できてるでしょうね。きっともう1日でも飛び級よ、私たち。まあ私たちレベルになるとね、うんうん、ね、大も大学期間1日で十分なんですよ。本当か、健康とか。どうなったの、退学になったかもしれないよ、私たち。確かに確かに、卒業できてない可能性もある。この時空ではまだちょっと学園祭前なので、うん、何とも言えません。どうなったか分かんないけど、何してるんでしょうね。何したんだろうね。この時空ではまだ何も分からないけど、はい、なんかお面はとりあえずお面をとりあえず書きましたね。たくさんこしらえたんで、はい、きっと楽しいことをしたんだろうな。きっと何かしらできたでしょう、はい、その前にですよ、私たちはスターになりましたね、はい、あ、そうですね、スターです。どうもこの時空ではスターになった、スターになった直後なんです。見た人いますか、収穫される様子を。見たよ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 、草送ったよ、草送ったよ。いや、みんなあのお三方に草を食べてもらったのがなかなか。いや、ほんとなんと乗ってくれたとは、ね、皆さんに草を食べて、草を食べたんですって言ったら、みんなちゃんと立ってね、あの食べようっていう意思が感じられて、これはお三方のファンの方も嬉しいんじゃないですか。嬉しいよね、きっと、ね、推しに草、自分が生やした草を食べてもらえることってなかなかないよ。ないですよ、なかなかないと思う、うんうんうん、なかなかね。それはちょっと感謝して、感謝してほしい。お三方のファンの人は感謝して。しかもね、なんかラリルーレロ出たいみたいなね、言ってくれたしね。言わせたか言ってくれたかわかんない。社交辞令、社交辞令だったのかな。いやでも、もし呼べるとしたら、うん、あの呼ぶまで見ないでくださいって言ったので、うん、言ったね、多分嫌だとは言われないはず。確かに確かに、見なければ、見なければ、見ても、うん、まあ、普通に楽しんでる番組だから。そんな、そうですよ、見られても問題ない、見られても問題はないけど、まあ、見ない方が、まあ、いろんな先入観なく、あのフレッシュな気持ちで挑めるっていうのはありますよね。ぜひちょっとお三方をどうにかしてゲストに呼びたい、ね、ゲストに呼びたい、はい、ではなんか感想も届いておりますので読んでいきたいと思います、はい。月のワグマさんからいただきました。ありがとうございます。ルーティンさん、武田ラリサ、タコさん、スタッフの皆様、10月17日に行われた女性声優スター収穫祭2021、お疲れ様でした。ありがとうございました。昼夜ともにクイズコーナーで他の出演者を圧倒する様は、うん、さすがは知的検証番組の MC だけあるなと感心いたしました。武田ラリサ、タコさんの特番楽しみにしております。はい、夜の部で武田ラリサ、タゴさんが間違えてしまった世界最古の銀行名を当てる問題ですが、実はあの4択の中に正解がありませんでした。何？なんだって、これ真理。イタリアのモンテデイパスキデイシエナ銀行が1472年創業で世界最古の銀行と言われています。アミアミさんとぜひ戦ってみてください。ほう、これこの戦いに勝てば私特番2つ手に入れることができるのか。あ、でもあれってなんかロンドンの、ロンドンって書いてませんでしたっけ。実は書いてました。ロンドンの一番古い銀行はどこでしょうっていう問題だった気がみたいな感じでしたっけ。問題、おー、アミアミさんの方折れたぞ。もう問題が間違い、問題、あ、だから僕じゃない。問題が間違えてたかもしれない。じゃあ誰だよ、責任者出せよ。おい、出題した人の答えを正解。じゃあもうあの4択の中で強制的に答え、答えを出さなければいけなかった。出題した人の答えを当てなきゃいけない。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃだぞ言ってることが。裁判例があるの。裁判例もある。はあ。え、すごい。すごい。じゃあ前例があるならもう。うん、でも仕方がないね。アミアミさんと戦えないね。戦えない。問題作った人はどなたか存じないか。存じないけど。戦っても私たちは負ける。うんうん、そんなに言うなら特番あげれよって言われたら私一瞬で。いや、もう大丈夫です。あ、すいません。すいません。特番欲しい。ください。一個でいいです。なるから。そうだね、うん。もしかしたらその。その8、7問目までは順調にね
回答できて、そうそうそう、8問目からがとてつもなく難しい問題が突然怖かったですね、牙を向いてきたね、うんうん、そうだね、そう、でも私はお昼の部でね、特番の権利をゲットしましたので、はい、そうなんです、なんか放送とかやることとか決まったらぜひ見てください、はい、ぜひゲストに呼んでください、あ、呼びたいですもうそれはラリルーレけどな、ラリルーレの特番になっちゃうの、確かに他のお三方も呼びましょう、もう第2回目スター収穫祭になっちゃう、第2回目スター収穫祭になっちゃうけど、まあ、何が起こるかちょっと誰を呼ぶかよくわかんないですけど、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい、はい、ではもう1つメールいけますかね、いけますかね、ではゾッコさんからいただきました、ありがとうございます、ルーちゃんラビちゃんラリルーはラリルーは、先日の女性声優スター収穫祭2021へのご出演お疲れ様でした、ありがとうございました、スターらしいトークやオリジナリティあふれるクイズ企画など盛りだくさんの内容で、気がついたらもう終わりの時間と感じるほど楽しいイベントでした、まちこさん、上田さん、コウリさんともこのイベントを通じて仲良くなれたようなので、ぜひラリルーレロのゲストに来ていただきたいですね、うんうん、その際には事前に番組を見ずに来ていただいて、初見で本場の検証を味わってもらえたらいいですね、ラリちゃんラリちゃんはスターとして収穫された感想をお聞きしたいです、うんうん、推進ラリちゃん特番おめでとうございます、はい、まだミステリー特番待ってます、ありがとうございます、まだまだミステリーやるかどうかわかんないけど、あれはこう終わった後にいっぱいちょっとまだミステリーの良さをちょっとおすすめしておこう、あ、まだミステリーそうですね、なんかマーダーミステリーのルール自体はちょっと特番で説明したんで、そっちを見ていただいて、あのですね、私マーダーミステリーで犯人を引く率なんと8割以上叩き出しておりますので、ぜひマーダーミステリーをやった暁には私の犯人プレイをご覧に入れたいと思います犯人プレイを私はかつて武田雷佐太吾とやった時に、武田雷佐太吾が犯人で、私がなんかあの連続殺人犯という、そう、全然本筋の事件とは関係ないけど、ちょっと悪役をやったことがありまして、私もどちらかといえばなんかやばいものを抱えてるのを当てがちなので、そういうのをプレイを楽しめていただきたい、ルーさんはこんなピュアな瞳で平然と嘘をつきますからね、そんなことないです、私嘘下手くそですから、あーその瞳その瞳嘘下手くそです、この瞳だ、キラッキラの瞳で私よくわからないんですよって言うんですよ、ルーさん何度騙されたことか、私だって武田らリサタ語で何度騙されたことか、そんな一度でしょ一度だけでしょっていうね、こういう女性声優たちの醜い言い争いが見れるというまた人狼とはちょっと違うね、なんか役柄があったりとかするので ね、 でね、なんかこうパッションで押し切れたりするんで、うんうん、結構嘘にほころびがあっても、ね、あ、ぜひやりたいな、見たいな、あみあみさんお願いしますよ、お願いしますよ、しますよ、そう、お三方がもう本当に優しくて、優しくてね、上田さん本当に優しい、優しい、一瞬でも会話に入ってない人いたら、楽屋でトーク回すってどういうこと、お仕事をもうギャラ払わなきゃいけない、今無賃金で今私たちにトークを回してくれてるのって思って、素晴らしい優しい方々でしたね、ぜひやりたいですね、はい、ぜひやりたい、またお会いしたい、はい、楽しみにしてください、楽しみにして、ありがとうございました、はい、それではサクサクっと本編始めていきたいと思います、はい、それでは本編どうぞ、せーの、紅葉する瞬間を見よう、今年の秋は勝ち抜き丸々の秋で負けてしまった、はい、紅葉の秋を私たちと同じく視聴者の皆さんも楽しむことはできないんですけれども、はい、今回はそんな紅葉について検証をしてみたいことがありましたので、検証は OK、 OK、 なるほど、うん、楽しむことはダメ、検証だから楽しんじゃないから、じゃあもう今からの検証楽しんじゃダメ、楽しんじゃダメ楽しんだらもうそこでね、そこでルール違反になっちゃうから、ルール違反ですからね、私たちもレロコの皆さんに守ってもらうためには私たちは率先して守らなきゃいけないんですよ、うん、見てる皆さんも楽しんで見ちゃダ メ真顔で見てください、はい、今回はどのようにしていくかというと、まあ、まず緑の葉っぱ、いわゆるこの緑に塗られた緑の葉っぱ、この葉っぱですね、これ葉っぱなんだ、葉っぱがどうやったら紅葉したと感じるのか、その瞬間を見てみたいと思うんですけど、この中にどん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 赤い紅葉、つまり爪楊枝を入れていきます、はい、入れていって、これが今緑だけど、あ、うん、赤だねこれっていう瞬間を見つけ、どのぐらいを入れたら、ちょっとずつ移植していって、どのぐらいになったら、あ、紅葉したなって思うかどうかを検証していきます、わ、うん、かりました、はい、なんか
これ赤を入れなんか入れる場所によってもきっと感じ方が変わってくるじゃない。あ、そうですね。なんかいっぱい入れて、あ、まだ緑だなと思って赤を抜いて、うん、なんか中の場所を入れ替えて、俺赤になってるって思っても本数は減ってるのに赤になったとかって感じる時があるかもしれません。なるほど。それは赤が増えたわけじゃないのに、なんか赤くなった気がするって言った人がいたら雰囲気に流されてる、ただの分からず屋です。そういうことだ。雰囲気で流されてるかどうかもここで判断されちゃ う, 判断されちゃう。やだな。やってみましょうか、はい、でも瞬間見てことないから見たいよね。そうですね、うん、じゃあ どうします。じゃあルーさんが判断する側で。わかりました。私入れますね。うん、分かった。じゃあその間私は目をつぶってます。この緑を覚えておきますね、はい、覚えてください。はい、お願いします。最初だからね、もう、おー、すごいすごい、なんかすごいの。こういうおもちゃありましたよね、顔の形とか手の形になる。うわ結構最初だから、でもこのぐらいにして、どれぐらいかな、どれぐらい、いや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 、どうなってんの。よいしょ、よいしょ、どうなってんの今。よいしょ、あー、ちょっとだ。でももういいよ。はい、あー、まだ緑ですね。緑ですか。まだ緑ですね。徐々に中心から紅葉していくのね、うんうん、はい、なるほどなるほど。では続いて。わかりました、はい、目を閉じます。一本ずついく、永久に終わらないです。でもそうですね、ちょっとずつにしたいですよね、瞬間を見たいから。このくらいかな。ああ、変わらない、さっきと。ああ、変わらないですか。変わってない。覚えとこう。はい。はい。じゃあ、紅葉の仕方変えてみます。なんか。なになに、もっとこう。点々とね。これルーさんの立場だったら、うん、下手したら雰囲気に流されてる見る目ない人の烙印を押されちゃうんですもんね。そうだね、分からず屋になっちゃうね。分からず屋になっちゃう、リスキーだな。はい、どうぞ。はい、あー、さっきより赤になってきた気がするけど、まだ全然緑ですね。ほう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 、まだまだ紅葉には程遠いと思いますわ。なるほど、はい、徐々に徐々に、はい、一本ずつ。はいはい、いや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 、まだまだ、うんうんうん、緑です。緑ですか。緑です。はいはい、いやいやいや、緑馬です、まだ。はいはいはい、緑です。はいはい、入れてる赤。入れてる入れてます。全然わかんないんだけど。はい、もうちょっと入れるか。入れたんだけど、入れた方がいい。そうか、全然抜いてない。入れた分だね。同じ数だけ入れ替えてて。はい、でもこれ結構なんか、そろそろどうなんだ。見る人によっては、あ、紅葉してきたねって言いそうな。はいはい、まだ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 緑ですね。ほうほうほう、変わってる、さっきと。変わってますよ。本当にちゃんと緑抜いて赤入れてる、これ。まあちょっと抜く数は結構適当ですけど。紅葉1個落ちちゃってるしね、赤。あ、本当だ。じゃあこれを入れたら、もしかしたらどこに入ったかすらももうわからないいや、まだまだですね。紅葉した瞬間みたいな。
どのぐらいになったら紅葉はいはい絵面やっぱさっきから変わってないんだよな。餅つきみたいにしてみますか。うん、はい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 しますけど、これ一緒にやってく？あ、竹取さたぎタコ的の主張はどう？これまだまだ緑だと思います、うん、私もまだまだ緑。あ、じゃあ私が入れてくんでルーさんが抜いてく、そうしよう一本ずつ、せーの、はい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 2本抜いたからね、今2本抜いたから、はい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 、ちょっと待ってください。どうですか？いや全然最初と変わんない印象。え、でも今引きで見た時ちょっと、うん、一瞬あれどっちみたいな。いや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 引きで見たとてとてとて変わらんですな。もうちょっといきますか。ピンとぼやかしてみます。あ、ピンとぼやかしてみましょう。いや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 、ほら、いやいやいや、これちょっと見る人によってはいやいやいや秋めいてますよね。まあ秋めいてきてるけど、これで紅葉だって言われたらそれはちょっと違うか。あー、あー、すごい、これ真っ赤バージョンと真っ赤バージョンと真緑バージョン。え、ちょっと間に挟んでみたら、うん、やっぱ結構変わってますよ。まあまあ、こう見たらそうだけど、うんうん、でもまだまだよ。まだか。じゃあもう一回行きましょう。もう一回行きましょう。でもなんか紅葉をさせるにはなんか同じようなところにやった方がなんか赤くなったって感じが確かにするんじゃない？いやでもやっぱバラバラとしてバラバラとしていく。はい。ゆっくり今だっていう。オッケー。では行きます。はいはいはい。あ、はい、あ、いっぱい抜けちゃった。いっぱい抜けちゃった。はいはい。はい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 、2本抜いちゃったよ。はい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 、どうですか。いや変わらない。これはかなり、いや変わらないよ。いや私もなんか麻痺してきたのが赤く見えますよ。うん、そう、もう全然変わらない。最初と一緒。最初と一緒私も麻痺してるかも。もうちょっと行きますか。もうちょっと行きたい。行きます。はいはい、これで変わったかもしれない。いやいやいや、変わってるか。その瞬間が見たいわ。うん、そうですね、確かに確かに、その瞬間見たい。慎重に行かないと。え、でももうちょっと全然行けると思う、瞬間にしても、はい、行ける行ける。いやいや、まだでしょ。いや、そろ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 、いやいやいや、いや、確かにそろ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 、人によっては、うん、いや、赤でしょ、紅葉してきたね。人によっては赤でしょ、人が。私もちょっと赤く見えなくもない。ちょっとここら辺で一回ちょっとやるか、ぼかしましょうぼかさな
ないと赤に見えないっていうのもそれはどうかと思うけどね。ダメですかね。うん、ほらー、え、これ紅葉さっきよりかは確かにぼかさないと、いや、でぼかさなくてもそろそろ紅葉してるんじゃないですか、いや遠くから、遠くから見てみますか。あ、いや、そろ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 、いやでもこれ私はまだ紅葉したなっていう感じではない。なるほど、うん、もうちょっと行きます。夏でもおかしくない、夏でもおかしくない、夏でもおかしくないか夏でもおかしくない、秋じゃないと、秋じゃない、じゃあもうちょっと寄せましょう、秋に、はい、はい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 、パターンもルーさんがやりながら、はい、今って思ったところがもうそうなんじゃないですか、はい、確かにルーさんがやりながら、武田らさとがもうこれ完全に紅葉、いやもうちょっとか、いやちょっと一回ミーニーを聞いてみます、この場にいる人で、うん、スタッフさんを含めこれを見て、あ、紅葉してんじゃんって思った人、誰もいない、ゼロゼロ、やっぱまだまだ、もうちょっと緑にしか見えないらしい、うん、全然ですね。じゃあ行こう、はいはい、大丈夫、ここ5分ぐらいずっと、10分ぐらいずっとハイハイしかやってない気がするけど、まあでもこれはながら作業として、多分今皆さん家事しながら見てると思うので、そかそか、めっちゃ可愛く言うはい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 、それいつものエンディングのじゃない、はい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 イケメンっぽく、汗臭く、汗臭く、はい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 よはい、これでも真ん中結構攻めてきた、なんかもう確かに、いやでもまだまだだよね、いやでも瞬間って言ったらそろそろじゃないですか、瞬間か、もうこれこれだっていう一本を探してるわけですから、うん、ぼやかしてみますか、あーらーもうあとちょっとじゃないですか、これ、ね、ぼやかしてみたら、これ見て人が例えばこれ見て、あ、紅葉してるねって言ったら先輩だったらうなずきますよ、私あ、してますねって、え、でも確かにこのぐらいなら、あ、紅葉し始めたなって思うかも、じゃああとちょっとで完全に紅葉、まだし始めですもん、いやでもし始めでいいのか、瞬間だから、し始めなった瞬間、なった瞬間、いやこれ、いや結構これちょっとそろそろ、これは結構そろそろだと思う、いやもうもう上の方、山頂の方が、山頂の方が、これ一回挟んでみます、あー確かに最初の状態をちょっと比べてみますか、いやーこれはもう紅葉してるかも、私はさっきから言ってる確かにルーさん、え、じゃあこれ見て
ちょっとこれ見て紅葉してるなって思った人。いやでも私も来てる。私もそうよ。行き過ぎた。今半々ですね。今半々ですね。半々ってことは、ってことは行き過ぎてる。行き過ぎてるよ。いやまだ全員の瞬間ですか。だから今まだなんか、いやもしかしたら次の一本で変わるかもしれない。あー確かに次の一本を刺した瞬間全員がはーっていう可能性もある。じゃあ次の一本刺すとこ大丈夫。瞬間だからね。どこに刺すかも大事。あかんのない。おおまあ変わらず、まあはい。私は瞬間だよ。もう瞬間だけは。私の瞬間はずっと差が過ぎてる。もうルーさんも行き過ぎてる、ね、そうそう。でも今抱擁する元の人には手を挙げてもらって。確かに。でそこから一本ずつ差していって過半数だったら どう増えるか。じゃ今もう抱擁してるって思う人。まだ6人中2人なんですよ。まだ私たち含めスタッフの方含め、その人が手を挙げたら。もうちょっと半分はね。いやーでも私もそろそろちょっとやばいな。あれさっき手を挙げてたのにまた戻っちゃったってこと？なんか戻っちゃいましたね。あら緑を見ちゃった。緑を見ちゃう。そっか。はい。いやーでもなーそろそろじゃないかなっていう。もうそろそろじゃない？そろそろ。あそこがっていうところが？あそこがっていうところが。でも上の方かな。難しい。真ん中はもう結構紅葉してるもんね。そうですよね。この辺とか。うんうん。ほうほうほう。いやーこれは。もう紅葉よ。これはだいぶ。え、だってもうさっき今引きで見たけど、すごいもう並べた時に、あ、確かに、なんかもう全体的に色がなんかちょっと茶色っぽく見える気も、遠目で見たら。うわ、やばい、私過ぎたかも。そうだよ、過ぎたかもしれない。これ紅葉だ。紅葉だよ。ちょっとぼかしてみてくれませんか。またぼかし。いや紅葉、いやこれは紅葉だー。これは紅葉だ。紅葉だよ。これはこれ紅葉です。過ぎちゃった。過ぎてるよ。私は当の昔に過ぎてるんだって。じゃあ赤抜いてみます。赤抜いて緑出して。抜くの大変。真ん中ら辺を抜いていけば、いやこんぐらい。ここじゃないですか。ここか。ここ今の2本で決まってた。今の2本で確実にこれは、うん、だからなんだという話ではあるんですけども。でもとりあえず、紅葉の瞬間を皆様でと一緒に確認できたということで、はい、紅葉は紅葉。この番組ではいろいろな企画に挑戦していきますので、こんなこともやってほしいというものがあればメールで教えてください。メールは番組の公式ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。公式ツイッターのアカウントはラリアンダーバールアンダーバーレロです。 R だったり L だったり面倒なのでツイッターで番組名で検索してください。皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思いますので、普通歌も送ってください。
そしてこの番組にはアミアミチャンネル会員の皆さんだけが視聴できる動画もあります。金額は税込み月額550円です。本編ではお見せしていない企画の一部を会員限定でお見せしちゃいます。過去の本編動画やアミアミチャンネルの他の番組も視聴できるのでお得です。1年前ぐらいの動画で私たちはこれぞトランプ決定戦七並べ VS ダウドをやっておりました。はい、こちらは会員向け動画となっておりますのでぜひまたご覧になってない方はこの機会にどうぞ。そして YouTube のアミアミチャンネルでも YouTube だけの動画をアップしています。こちらもご覧になってチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の配信は以上ですが、紅葉になってきましたか？紅葉になってきました。これは文句ないでしょ。これは文句ない、もう赤だ。今遠目で見たら赤でしょ。もう赤だった、ね、うん、もうこれと大差ないもんね。一緒一緒、これと一緒。ほらほら今完全に溶け込んでますよ。もう溶け込んで見えなくなってる。もう、まあ、そういうこともあるでしょ。おーほらほらほら、もうどこにあるかわかんないよ。この番組は各週月曜日更新です、はい、ということで次回の配信は11月15日月曜日の22時30分からです、はい、というわけでお相手はルーティンでした。しゅーちゃんとルーティンと滝田アリサタマでした。バイバーイ。